はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。スターサンドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、罠をこう、設置して試してみたんですけども、かなり強いですね。これがあればとりあえず拠点で襲われた時は安心して戦えるかなっていう感じですね。で、あとは、このラクダの、小屋とかこう作ったんですけども、今回はあの間欠泉ですね。あそこに行ってみようかなと思います。で、コメントで教えてもらったのは、その下に降りると戻ってこれないですかね。なので、その上に上がるための、建設するための素材ですね。それを持って行った方がいいみたいなので、ファンデーションで上がっていくか、レンガ使うのはちょっともったいないですよね。うん、階段。木の板。あと、はしごとかですかね。丸太ロープ。丸太とロープかな？持っていけば。一応葉っぱ、あ、ラクダが、とりあえずこんなもんですかね。よし、では行ってみましょう。はい、到着しました。よし、では行ってみますか。この辺に止めて、いやー、よし。なんか、なんか心臓の音みたいな。聞こえますね。
かなり深い。え、これ戻ってこれるかな。うわあ、なに、え、なんかある。よし、心臓？あ、違う。これワームの赤いところだ。でっか。あ、いい携帯。あ、砂嵐か。異物に残っていた巨大なワームがこれなのかな。眠ってる感じだけど、爆弾投げてみようか。砂嵐で消えちゃうのか。じゃあちょっと弓矢。おっ、おっ、足、おっ、どうなってる。やばい、動き出したんじゃない。これ今後地震が発生したらサイズのが出てくるとかじゃないですよね。あのどの鍵。で、問題はこれ上に。とりあえず上がれるところまで上がって、いや、これ そもそも設置できないのか。作れないんだ。うん、設置できない。いや、これ無理だな。
はい、ということですね、いろいろこう試してみたんですけど、上に上がれないですね。もしかしたら何か方法があるのかもしれないですけども、ちょっとわからない、上に上がる方法がわからないんで、一回これリセットですかね。はい、ということで、あの巨大なワームは今後ですかね、多分今後イベントが実装されていくとか、そんな感じがしますね。なので、そうですね、じゃあ今回家ですね、家を作っていこうかなと思います。また録画外で粘土ですね、集めておいたんで、どうしよう、とりあえず2階建てにしたいですよね。2階建てにしたいんで、折り返し階段、これを、どう作ったらいいんだ。これでどうなってる？あ、難しい、これ本当作るの。あ、こうかな。こう設置して。で、ここは装飾付きじゃなくていいか。あの窓なしにして、こうかな。あー、砂嵐。内側にちょっと別の部屋を作りたいですね。ちょっと廊下を作って、チェスト部屋っていうんですかね、アイテム保管場所みたいな小部屋を作りたいんで、またこういう余計なことするととんでもなく大変になっちゃうんだけど、して、本当はもうちょっと大きくしたいけど、この辺は後で解体して、とりあえず塞ごう。とりあえず塞いで、
よし。で？え、これ屋根、ん？いやー、これレンガ3も使うの？これあー、そっか。通れるかな？あ、大丈夫か。よしよし。あー、レンガない。あー、レンガこれ足りないな、多分。あんなに貯めてきたのに。あれ、なんかここに設置できないな。あ、もしかしてあれかな。重量というか。この壁から2マスかな。壁から2マスまでしか多分設置できないんじゃないかな、これ。ということは、難しくなってきたな、また。とりあえずここに多分ここに壁を設置すれば多分ここに設置できると思うんですね。2マスだとしたらこうして、あ、できる。壁から2マスまでだ。はいはいはい。で、じゃあここまたできなくなっちゃうから。この真ん中開いちゃうのか。あ、ここに。こうして、まあ、何かこう壁をまあ柱代わりというかにすれば作れそうだけど、ここは開いちゃうな。あ、ここに。木植えよっか。
ここ開けて、いやでも屋根がないとあれなのかな、砂嵐とかの時ダメなのかな。とりあえずやってみよう。この辺かな、この辺開けて、またなんか破裂してないですよね。大丈夫？ここに、木の板。ちょっと待って。大きく成長するのはナツメヤシ。ないいのかな。まあいいや、まず作ってダメなら後で解体して。いや真ん中はなんか暖炉的にキャンプファイヤーとか置いた方がいいのかな。そもそもこれ解体する人なかったとかもしかして。ですね。ちょっとボコって出ちゃうけど、あ、一個下げればいいのか。これを、ちょっと、一段下げて、そもそもこれ位置合ってる？まあ。うん。一個しか置けない。まあ仕方ない。こうして種、で動物の糞、
あ、これでもいいか。よし。で、あとは、ライト。ライトですね。あ、松明使うんだ。松明、ロープ、丸太。松明を作るためには、丸太ロープ葉っぱ。一回。松明を10本。そのことピラミッド作っちゃいますか。もう一個自分の力で。ロープ作成して、ラクダ大丈夫かな。商品がいっぱい。あ、松明ってこれ。じゃあまず、この入り口に。今飛びてたな。あと室内、階段のところにも欲しいですよね。これで、うん。あ、なんか、あれなんだ。オンなんだ。どうやってオン？よし。あ、なんか火ついた途端、ガクガクになったぞ。あ、大丈夫かな。ラクダがお腹を。
あれ、俺食料。あったあったあった。ああ、明るい明るい。よし。あ、ちょっと色変えてみますか。色変えれるのかな。石炭とマンゴーの種。どうしよう。青い粉。バナナと石炭。ここに何をしまったのかが。これじゃあ2個。この近くで作らないとダメか。これをどうしたらいいんだ？ここ？あ、R で適用。やってみよう。お、すごい。おお。ええー、すごいすごいすごい。ああ、じゃあまた。録画外で、また粘土集めですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。